今11時です。1時間ぐらい歩いたけど、ちょっとここは風が吹きさらしだから少し降りて休憩できそうなところがあったから、そこをちょっと見てみる。戸隠や飯綱にバイバイした。ここが雪も残ってないし、っていうか積もってないし、風切れるかなと思って。お、いいんじゃないの？風は止んでいるよ。ランチタイム。今日はお惣菜パンをいろいろ買ってきて、フライパンというか鍋で軽く温め直しています。まずはミートパイ、いただきます。温まっていい感じ、香ばしくて、まだミートまでは到達してない。ミートはね、そこまで温まってないかも。これもしかしてひっくり返したらよりいいのかもな。上と下と両方。うん、美味しい。次はクロックムッシュ的な何か。あ、これあれだね、クロックムッシュなんかエッグサンドみたいな感じだね。私が好きなものがドッキングしている。焼けすぎなくてちょうどいい感じ。卵が固まっちゃったらつまんないもん。チーズパン、今度は表面も焼いたよ。すっごいいい匂いがしてる。チーズがいい感じにとろけ&カリってなってる。うん、これは美味しい。最後はオニオンベーコンパンみたいなやつ。うん、これも香ばしい。うん、ごちそうさま。ちょっと景色見に行く。おお、岩陰から出た津波に風がすごい。うん、やっぱり守られてたね。それではもう一回小江星岳の方に戻ります。レッツゴー。私の左手に見えてるのが湯の丸山で、なんかあの雪山とか検索するとこの烏帽子岳っていう名前はあんまり出てこなくて、湯の丸山の方が出てくるんだよね。やっぱりより標高が高いからなのかどうなのか分かんないんだけど、でもなんか地図とか見た時にこの烏帽子岳のここの稜線のところがすごく北アルプスとかのビューが良さそうな予感がして、湯の丸山は頂上に出ないとこの景色が見れないみたいな感じなんじゃないかなと思ったらドンピシャでした。なのでもちろん両方登る体力がある人は両方登ったらいいと思うけど、なんかちょこっとだけ雪山に行きたいとか、まあ雪じゃないにしても夏でもいいかもしれないけど、ちょこっとだけ登っていい景色を見たいっていう人は烏帽子岳めちゃめちゃおすすめだと思う。なんか春とか初夏とか来たくなった、キャンプ場に泊まって。また飯綱戸隠が見えてる。ここが最後のビューかな。まあ小烏帽子岳でも見えるかもしれないけど、あー飯綱の雪山登山もやりたいんだけどな。遠いから2泊3日必要なんだよね。でも行きたいな。またねー。小烏帽子岳戻ってきた。踊るのか
踊ったー。ここすごい気持ちいい場所。なんかね、風がね、いい感じに切れてるんだよね。なんか日差しがすっごいあったかくて、もう景色は最高だし、めちゃめちゃ盛り上がりました。過去自分の中で。ちなみに踊ってる間に2人ぐらい通過してったけど、だんだんこうやって感覚が麻痺してて、人がめちゃめちゃいる山頂とかでもそのうちなんか平気で踊り出すんじゃないかっていう気になってる。私なら多分やりかねない。まあなんか上手じゃないから、見せる踊りじゃないから、それだけがあれなんですけど、自分の気分の問題だけなんですけどね。というわけでまたね、バイバーイ。なんか森林限界ではないけど、植物がないね。なんか下に埋まってんのかな、それとも夏もこういう感じなのかな。さて分岐です。こっから下る浅間山見納めかな。バイバーイ。あんまりやっぱり去年来た黒富山とかに比べると、全然このドーンっていう浅間山を楽しむっていう景色ではないんだね。でもその代わりこのパノラミックビューが、いい山いっぱいあるね。に戻ってきて、湯の丸山は早々に諦めようということになった。諦めようって別に諦めるとかではないんだけど、だいぶもうくたびれたし、いい景色も見れたということで、このままおとなしく帰ろうかなと思っています。この先の道がまたいいんだよね。散歩しながら帰りますだけどアイゼンはねつけとく。ちょっと最初の方かな、ちょっと上り坂のところで滑る感じがしたから、アイゼンがなんだろう、アンクルウェイトみたいな感じにちょっとなって、ほんのちょっと鍛えてるみたいな感じになるかなって。さて5分だけ休憩しました。脱ぐもの脱いだり着るもの着たり、あと1時間、もうあとはね、もう本当にハイキングなの。ちょっと景色と空気を楽しみながら行きます。レッツゴここは最初の分岐。この道断ツツジの小道を通っては帰れないの？帰れない。まあでももう一回キャンプ場見たいからな。元来た道を帰ります。キャンプ場に戻ってきた。この湯の丸キャンプ場、今回すごく気になった。なんか夏にワーケーションに来たいなと思って、一昨年かな、なんかあまりにも東京が暑すぎて4日ぐらいなんかどっか涼しいとこ行って仕事しようってなって安曇野でお家を借りたんだけど、安曇野でも全然暑かったんだよね。多分標高1000ぐらいだと思うんだけど、でもここは標高1700なの。
だからさすがにそこそこ涼しいんじゃないかなと思ってる。でテントは多分昼間とか極暑になりそうだけど、バンガローがねちらほら見えたんだよね。あとなんかワーケーション島みたいなのがあったの。だから3日ぐらい滞在して、で近くに温泉もあるし、それから今日行った烏帽子岳とかになんかナイトウォークで登って、あ、っていうか日の入りを見に登ってナイトウォークで星を見ながら降りてくるとかもすごい良さそうだし、なんかそんなに八ヶ岳とかに比べてあんまり知られてないんじゃないかなって勝手に思ってる。湯の丸って私は聞いたことなかったから、なんか景色もいいしね、来てみたい、もうちょっと調べたいと思いました。さあここで愛染を脱ぐよ。よし、配膳外し完了、あともうすぐです。やったー、戻ってきました。あ、なんかあのすごくサクッとしたあの山旅でしたね。多分行動時間っていうか始まって終わるまで4時間半ぐらいかな。休憩入れると相当ちょっとしか歩いてないよね。まあなんか心地いいんだけどね、すごくなんか、あーいい天気でいい景色のところでハイキングしたみたいな感じ。はあ、とにかくすごく良かったです。あ、また新たな雪山に行けて楽しい。イエーイ。ちょっと登山口から北の方に降りたところに、鹿沢温泉、鹿の沢の温泉っていうところがあって、その戸部の湯さんが貸し切りの温泉があるということで電話したら空いてたので来ました。露天風呂じゃないんだけどね、でも貸し切りは嬉しい。レッツゴー。じゃーん、いいね、内風呂だけど窓が広くて開けられるよ。そしてなんといってもこれです。今開けたけど全然塩素の匂いしなかった。大事。そうなのかな。最高だな。そろそろ出ます。一回この子が
回、蓼科の近くの狛江の家に行った時は45分で結構なんか入ってすぐ出るみたいな感じだったけど、今日は1時間だったからすごいのんびりできた。やっぱり15分の差は大きい。大満足です。いい湯でございました。今3時20分、温泉入って戻ってきました。すごい良かった、あったまったな。そして今日はやっぱ気温が高かったみたいで、雪がどんどん溶けてる。すごくね、なんか青空の下、風は冷たいけど日差しがあったかい、素晴らしい雪山ハイキングを楽しみました。またこの烏帽子岳は季節を変えて来てみたいと思った。そして引き続き雪山を探してまだまだ行きますよ。ということで次の旅でお会いしましょう。バイバーイ。